リスボンはアメリカ合衆国メイン州南部海岸のアンドロスコッキン郡に属する町である。2010年の国勢調査では人口9009人だった。リスボンはルイストン・オーバーン大都市圏に属し、またルイストン・オーバーン大都市圏ニューイングランド市長地域にも入っている。リスボンの町内にはリスボン・ホールズのビレッジが入っている。リスボンの地域は当初、 ケネベック買収地の中にあるタウンシップ、ボーディンの一部だった。しかし、タウンミーティングへの出席のために、旅するのが困難だったので、1799年6月22日、マサチューセッツ州議会がボーディンを2つに分けて、トンプソンボロの町を創設した。しかし、住人は、まもなくその長い名前に不満を抱くようになった。その結果、1802年に、 ポルトガルのリスボンにちなんで、リスボンと改名された。1808年、リトルガープランテーションの残りを、リスボンフォールズとして併合した。1840年、リスボンの一部がウェイブスターとして分離した。地域の土壌は肥沃で容易に買い込んできたので、初期の産業は農業になった。水流の水力を活用して製材所と製粉所が建設された。 より大きなレンガ工場が続き、さらに繊維工場も作られた。1864年、毛織物を生産するために、ボランボミルが設立された。この工場は1987年に焼けるまで町の主要な雇用をもだった。今日、この小さな工場町は、バス鉄工所や、LLB 員のような会社のベッドタウンとなり、次第に、ポートランド地域で働く人が増えている。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、超域全面積は23.82平方マイルで、あり、このうち陸地22.82平方マイル、水域は1.00平方マイルで、水域率は4.20%である。リスボンの町内を、サバタス川、リトル川、アンドロスコギン川が流れている。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。リスボン教育部には、リスボンコミュニティ学校、フィリップ W サック中学校、リスボン高校の3つの学校がある。この教育部をまとめるのが、教育監督官である。ありがとうございます。